ジャック・リロイ、ジャッキー・ウィルソン・ジュニアは、アメリカのソウル、R&B の歌手。1934年6月9日、ミシガン州でトロイト出身。1984年1月21日に、ニュージャージー州、マウント・ホリーで肺炎が原因で死去した。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第26位。ローリングストーンの選ぶ、 歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて、第69位。サム・クック、ジェームス・ブラウンと並び、ソウルのパイオニアの一人とされる。ビリー・ワード・ザ・ドミノスに在籍、1950年代末頃からソロ活動を開始。1957年にブランズウィックと契約し、リート・トプティでデビュー。この作品は、モータウンの設立者のベリー・ゴーディ・ジュニアが関わっており、 その後も作品を提供している。特にヒットしたのが1958年のロンリー・ティアドロップスで R&B チャート1位となりポップスチャートでは7位を記録した。ウィルソンのこの頃のサウンドはモータウンサウンドの原型となっていると言われる。代表曲の一つであるリー・トプティは ウィルソンの死去から2年11ヶ月後の1986年12月27日付前衛シングルチャートで1位を獲得。1957年の発売当時は1位を獲得していないため、1957年11月16日付で同チャートに初登場して、以来29年1ヶ月後の1位という記録を達成した。ありがとうございます。